エクスタシート、ファンとデーブ・グレゴリーは、スー・インドン出身のイングランド人ギタリストで、ロックバンドのエクスタシートの仕事で最もよく、知られている。彼は、シングル、Life Begins at the Hop から、アルバム、Apple, Venus Vol.1 の、初期セッションまでの間、グループのメンバーを務め、ギター、キーボード、そして時として、ストリングスのアレンジを提供した。 デーブ・グレゴリーはエクスタシーのリードギタリストとして1979年にアルバムドラムスワイヤーズをレコーディングする直前からバリー・リューズの公認として1999年にバンドを脱退するまで活躍した。また、キーボードとバックボーカルを作品に提供してきた。エクスタシー脱退後、グレゴリーはピーター・ガブリエル、エイミー・マン、カット、マーク・アーモンド、 ビンゴ・デュランゴ、ジョニー・ヘッツ・ジャズ、ジェイソン・ドノヴァン、マーティン・ニューェル、ルイ・フィリップ、ルル、マーク・オーエン、アール・スティービー・ムーアなどのアーティストと仕事しており、セッションミュージシャンとして非常に重宝された。スティーブ・ホガースの H バンドに定期的に関わっているグレゴリーは、ポーキュパインツリーの6枚目のアルバム、ライトバルブ3太陽電球のストリングスアレンジや、 ダブリンのグループであるパグウォッシュなどの作品にも貢献している。2009年8月16日、イングランドのプログレッシブロックバンドビッグビッグトレインが公式ブログにて、グレゴリーが6枚目のスタジオアルバムザアンダーフォルヤードにゲストミュージシャンとして参加することを発表した。その後、グレゴリーはビッグビッグトレインの EP ファースカイズディープタイムにも参加。アルバム イングリッシュエレクトリックパート1で初めてバンドメンバーとしてリストされ、それ以降、少なくとも国際的なパフォーマンスのためにビッグビッグトレインから降りることを決定した2020年の初めまですべてのアルバムに参加している。私はビッグビッグトレインの中で私が果たした役割を誇りに思っており、バンドでのこの10年間をとても楽しんでいます。将来ビッグビッグ、 トレインと関わり続けることは楽しみです。グレゴリーはまた元スタンフォードアンプのシンガーであるマーク・キルミンスター、ギタリストのダニエル・スタインハート、ドラマーのダグラス・ムサードをフィーチャーするグループ、ティーン・スピリッツのメンバーとなっている。バンドは2011年4月1日に最初のアルバム、ワイヤード・ツー・アースをリリースした。ティーン・スピリッツは2011年3月27日に オランダのポートゼランドで行われたマリリアンウィーケンドの期間中にマリリオンをサポート。グレゴリーはスティーブ・ホガースとリチャード・バルビエリによる2012年のアルバム Not the w a y p o b u t the hand にもゲストとして参加している。2013年、グレゴリーは1001ギターズ2ドリームオブプレイングビフォーユーダイという本に寄稿した。 グレゴリーは2020年初頭にビッグビッグトレインを脱退した。グレゴリーは糖尿病を患っている。2004年に糖尿病網膜症がそのキャリアを終わらせるほどに彼を脅かしたが、その後完全に回復した。ありがとうございます。